ニコラ・ベルニエの肖像をニコラ・ベルニエは、フランスのパリを中心として活躍したオルガニストで、作曲家。当時の宗教音楽、カンタータの代表的な作曲家の一人であった。1664年6月28日、パリ郊外のマンツ・シュール代名生まれ、記事と近くのエブルーで正気の音楽教育を受ける。後に、イタリアでアントニオ・カルダーラの教えを受けたと言われるが、 はっきりとした証拠はない。1694年9月17日に、シャルトル大聖堂の聖火大使記者に就任。1698年3月18日には、ジャン・フランソワ・ラルエットの公認として、パリ中心のサンジェルマンド・クセロワ教会の聖火大使記者に就任した。1700年には、デ・デイムが、フォンテーヌ・ブロー宮殿で、 ルイ14世の前で演奏されて、成功を収め、王室の保護を受けるようになる。1705年4月5日に、マルカントワーヌ・シャルパンティエの公認として、パリのサント・シャペルの音楽監督に就任し、この職を1726年11月18日に、王立礼拝堂の教育係に就任するために、辞任するまで務めた。その間、 1712年6月20日にマランマルの娘のマリー・カトリーヌマルと結婚している。宗教曲世俗曲、エル・エイタ・オクトゥール・デラ・ミュージック・ジュロア1703年のモテット州の検定など、ありがとうございます。